小学生でも作れるフォートナイト UEFN 講座。はい、こちらのクリエイターサポートのね、ローマ字でミニサ 3D 講演よろしくお願いいたします。今日はね、5回目ということになりました。どうですか、すみねこさん。どうですか。今日ね、これね、作ったゲームなんですけど、ちょっとね、見てってもらえますか。まずね、こちらいろんな仕掛けを作ったんですよ。登るんですね。はい、まずはこちらを登ります。まあ、これは昨日紹介したよね。いや、まあそうなんですけど、またね、新たなゲームということでいろんな仕掛けを今試しているところなんですけど、これを登る。そしてこれもうちょっとで一番上、まずこれね、タイマーの仕掛けというのとか、登るとギャラリーが来ます。そして花火も上がってます。上がってんの、うん、で下に、はいはいはい、でこれね、下に行くともう人は消えません。で、あとこれデイシーケンスといって、あの光の加減を調節する箱が入ってるんですけど、この上を通ると夜になったり、夜になったり、また夜になったりそして夜になるということになってます、はい、このスイッチを押すと武器が現れます。武器、はい、マシンガンがある。そしてこれ、はい、押すと武器が現れる。どうですか。結構この仕掛けやるのにもね、結構大変だったんですよ。これだけね。そうそう。そして次のボタンを押すとどうなるか。夜になる。車が出ます。乗れるこれ。乗れますよ。まあ今回は乗らないですけど。はい。ちょっとね、また乗る動画はね、また作りますんでね。うん。はい。そしてですね、武器で破壊もできるんですけど、ちょっとね、これバグってるのか、弾が出ない場合があるんですよ。なんかギャラリーがいると弾が出ない。多分ね、ギャラリーに弾を撃つのは良くないってことで弾が出ないんだと思います。はい。ね、あんないっぱい応援してくれてるのに撃つのかわいそうですもんね。うん。うん、別に打ちたかったわけじゃないんですけど、まあ、これはまあとりあえずまた今後の課題として置いておきまして、こうやって応援してくれてます。そしてその次、ここにもね、仕掛けがあります。ここのね、ここに近づくと、まだ爆弾ではないですけど、まずこの中で、あ、爆弾でした音が鳴るんですよ。まず聞いてください、ね、タクシー。これここの近くによると音が変わるんです。で、仕掛けとしては、ほら、仕掛けとしてはこの中に入ったのどっちの音が正しいかってことで、でこっちの音が正しいと思ったら踏むと何も起こらない。そしてこちらの音が正しい、反対側の音が正しいと思った場合に押すと、間違えると爆発してしまうという仕掛けにしてあります。お、はい、こうやってね、結構ね、いろいろね、工夫してやってみました、はい、またね、今後もね、新しい仕掛けとか、あのいろいろ作ってきまして、本格的なね、もっと今まで作ったやつ、登るだけじゃない面白いゲームを作っていこうと思ってますので、またね、はい、ぜひぜひ見てみてください。はい、はい、またクリエイター応援の方もね、よろしくお願いいたします、はい、ローマ字でミニウサ 3D と撮っていただければ嬉しいと思います。それでは皆さん、さよなら。